エルフの女子高生変身プロジェクト。新しい自分に。すごいな。始まっちゃったよ。始まりましたよ。エルフの春です。ハッシュタグ荒川です。何ですかこのプロジェクトは。これは、こうやっぱり学生さんって人前に出たいけど、なかなか勇気が出ないとか、そういうのが苦手っていう子もいると思うんですよ。だからとにかく前に出たくて仕方がない荒川が、そういう子たちをサポートできたらなと思って。で今回は名城学院高等学校に来ました。あ、じゃあこの学校に。そのちょっと前に出てみたいって思う生徒さんがいらっしゃるってこと。そう。あ、早速行きます。行こう。はい、行きましょう。行きます。こんにちは。こんにちは。先生や。お願いいたします。保健体育の、永井と申します。本日はよろしくお願いします。なんで応募してくださったんですか。本校ですね、部活動が盛んで、特に吹奏楽部については全国的な学校でありますが、活発な生徒も多いんですけど、中にはやっぱりちょっと、前に出たいんだけれども出れないというような生徒もたくさんいますので、そういった子たちが社会に出ていくために必要なこのそうですね、身につけていただきたいなということで、ちょっと企画応募させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。実はですね。1ヶ月後に本校体育祭っていうのがありまして、これはビッグイベントですよね。はい、体育祭の種目に3年生の有志ダンスっていうのがあるんですけど、この有志ダンスの時だけは衣装もメイクも全部子どもたちが考えてするっていう企画があるんです。実はそうなんです。ぜひエルフさんにお手伝いいただきたいと思いまして、じゃあ思いっきりやろう。はい、ほんまや。全校生徒全員でパラパラ決定。ダンスは決めてるから皆さんで。多い方がいいから。多い方がいいか知らんけど、その生徒さんがいらっしゃるってことですよね。はい、今日は今上で待っておりますので。じゃあちょっと会いに行かしてもらっていいですか。はい、ぜひどうもよろしくお願いします。お願いします。おお、これもうなんか懐かしいこの廊下も。確かに。やばい。この声響きまくる感じとかね。ここにいるってこと？はい、こっちにいますんで。わあ、教室や。あら、こんにちは。こんにちは。ハッシュタグ。聞いてるやんもう。お願いします。大野ひよりです。よろしくお願いします。お願いします。ひよちゃん、よろしくお願いします。お願いします。ひよりちゃんは今回なんでこの企画を応募してくれたんですか？私は将来の夢が看護師なんですけど、その時に必要なコミュニケーションが自分にはあまりないなと思って、そのことを克服したいなと思ってお願いしました。そうなんや。これからの自分のためにってこと？はい。おー、すごい。すごいな。なりたい自分に変身したら、なんかしたいことはある？自分は今バレーボール部入ってて副キャプテン務めさせてもらってるんですけど、後輩とかに伝えたい思いとかをみんなの前で言えたらなとか。対戦の実習と荒川さんにメイン。お、いいんですか？はい、お願いします。私はほんまに見取り図森山さんを中村杏さんにしたもんないから。あれはほんまに。あれはグレーや。あれは中村杏さんになったから任しといて。どういうメイクしたいとかってあったりする？希望みたいな。大人っぽいメイクとかは憧れます。おお、いいね、大人っぽいメイクね。もう見えてます。もう早っ。会った瞬間からメイクしたらこんな感じやろうなみたいなのは。信頼して大丈夫ですか先生？はい。つけま3枚でいいんだよね。何も見えてないです。何にも見えてなかったです。それカツラも OK なの？ウィッグとか。あ、何でもいい。あ、そう。何でも OK。何色にしたいとかある？髪の毛派手なのはすごいいいな。あ、荒川みたいな。金髪にして巻いてピンクの服着て。それやったらあなたがザニーさんになってもらう。ザニーさん、ひよりちゃんっていう。いらないです。トリオでなんかできたらな。ひよりちゃんがやっぱその主役になってもらいたいから。流行ってるのなんなんダンス一緒にやろう。はい。え、最近何流行ってるっけな。ですよねみたいな顔をしちゃうと下手って思われると思う。ああ、自信を持って、そうだから私も「ハッシュタグ面白い!」っていう感じで言って。そうやったよ。知らんかった。相手は関係ないから。はい、投げっぱなし。はい。体育祭ね当日。私たちも行くからね。はい。はい、待ってます。わあ、嬉しい。体育祭当日どう気持ち的に。朝からめっちゃ緊張してます。あ、もうすでにダンスの練習とかもうバッチリやってきました。おお、楽しみやね。じゃあ、そういうギャルになるメイクとかのお手伝いはさせてもらうから、ちょっと時間かかるからもう急いで行こう。行きましょう。行こう。じゃあね、行ってきます。よし、行こう行こう。じゃあ、はい、じゃあ早速メイクしていきます。今までしたことはあんまりない。人生初。あ、そう、人生初がギャルメイクはかなりちょっと今後変わるかもね。もうなんかせっかくのねあれやからゴリゴリにしていきたいなって思ってます。ちょっともう鼻の形とかも変えていきますんで。見てる人は高校生に何してんねんって思って大丈夫です。大丈夫。今からどんどん変わっていくから大丈夫大丈夫。ちょっと不安になりそうやだから。ギャルメイクは大胆に。そう、大胆に。初めこっからこう企画とかで逆にナチュラルメイクしてもらう時とか、ナチュラルメイク終わったらさ、めっちゃ声小さくなんねん。あ、もう見た目通りになるんや。だからギャルメイクじゃないとなんか大きい声とか出されへんぐらい変わる。結構気持ちがメイクでやっぱそういう中身もどんどん変わっていくんや。それでちょっとグッと手顔持ちます。ちょっと顎上げてもらって。はい、真剣やな。ちょっと荒川が出させてもらったやつやねんけど、はい、顔がミラーボールになるぐらい光る。めっちゃ光るやん。本当にキラキラギラギラやん。そうで、顔一人ずつがミラーボールになったら地球全部がミラーボールになるんじゃないかっていう計画なわけ。意味がわからないです。どんな計画なのか全く。これ未来のトップギャル走る可能性ある。最善。これゆうちゃみちゃんの次来るの大野ちゃんかもしれない。ほんまにやっぱギャルは2枚重ねしよう。知らないですけど、ずっと誰かにギャルメイクしてきて誰かの人生の門出に手伝えるとは。いや、そうよな。めっちゃ嬉しいですわ。盛り上がりがすごい。すごいよな。ピークになってきてる。何人おるん。すごい声する。ほんまにはい。うわ、すごい。すごいです。すごい。やばいです。やばい。すごいです。かわいい。かわいい。めっちゃ素敵。やりちゃん、どうぞ。やりちゃん、どうぞ。もう少しやもんな、本番。そうよね。緊張する。やばい。やばい。頑張る、みんなで。みんなでね、頑張ってください。応援してね。ちょっとこれは全国ギャルメイクツアー開催やな。え、そんなツアー。なんかその下側の私にもなんか新しい感情が芽生えました。いろんな高校行きます。いろんな高校行きたい。私も緊張するわ。レムさん、レムさん、より金髪や。可愛い。あれ、あれ、一番。かわいい。かわいい。めっちゃいいやん。すごい。すごい。すごい。うわあ、めっちゃいいやん。すごい。てかひよりちゃんめっちゃ練習したんやろな。それぞれいろんな思いがあるんかなと思ったら。あ、来た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 。来た来た来たよ。頑張れ。今日は3年生の有志のダンスを見ていただいてありがとうございました。まずバレエなんですけど、副キャプテンをさせていただいて、でも自分のプレーに全然自信がなくて、常に下を向いてしまっていました。その時に支えてくれたのは同期のバレエ部であり、1、2年生の笑顔とプレーしている姿に自分も頑張ろうと思いました。これから自分たちは引退していないけど応援はずっとしてるので頑張ってください。すごいひよりちゃん。そして見に来てくれたお母さん、朝のおにぎりのことで喧嘩してしまったけど、すごくかっこいいお母さんでいてくれてありがとうございます。こちらもよろしくお願いします。うわー、やばい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 、次私らやばい。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。かっこよかった。どうだった？めっちゃ緊張してたんですけど、ずっと練習していたのをしっかり覚えて本番トレーニングを取り組めました。めっちゃ上手やったぞ。じゃあもう今回のギャル大作戦は成功？大成功です。あれ見た？チャンネル登録お願いします。